イタルズバーチャンネルへようこそ。イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回なんですけど、先日より検証動画ということで白州とチタ、そして山崎とチタのブレンドの実験をお送りをさせていただきました。検証実験動画3部作ということで3つ目の動画をお送りをさせていただきたいと思うんです。今回は山崎、白州、チタ、この3つのブレンドをして響きに近づけるのかということを皆様にお送りをしていきたいと思います。ウイスキーのブレンドということを改めてお伝えをしたいと思うんです。ご存知のようにウイスキーというのは麦、水、そして酵母、この3つの要素から構成をされてまして、そして樽で貯蔵熟成をしてウイスキーが出来上がるということはもう皆さんもご存知だと思います。ブレンデッドウイスキーの場合はそこにブレンダーの技によってその味が引き出されるということなんですけど、サントリーさんのホームページにも掲載をされてるんですけど、ブレンデッドウイスキーというのはモルトウイスキーの強い個性と穏やかなグレーンウイスキーの優しさが調和をして、単体では表現ができない重層的な世界観を生み出すというところが、まあ、このブレンデッドウイスキーの魅力ですね。でそのブレンダーさんは単にモルトウイスキーとグレーンウイスキーのブレンディングを行うだけではなくて、何百というタイプの膨大な数の樽に貯蔵されているウイスキーの原酒からそれぞれの個性を引き出して一つのブレンデッドウイスキー、もう作品ですね、もう作品を作り上げるという創造的な役割を担っておられます。前回からブレンドのこの動画を皆様にお送りをさせていただいてるんですけど、これもブレンディングというよりも本当にこのお遊びだと思うんですね。私たちがここで動画としてお送りをさせているブレンディングも全く別物だということを知っていただいた上でこの動画をお送りしたいというふうに思います。というわけで響きに近づくにはどうすればいいのかということで実験に入っていきたいと思います。前々回の動画で山崎とチタのブレンディングでこれはロイヤルやなみたいな話をさせていただいたんですけど、なんかちょっと足りひんな、収録終わった後にチタのグレーンを多めに入れてみるとかなりロイヤルに実は近づいたんですね。動画ではお送りをさせていただいてないんですけど、で今回ウイスキーアドバイザーと相談をしたんですけども、グレーンの比率を上げ気味にした方がいいんじゃないかなという結論に達しまして、今回ちょっとグレーンを多めにするんだよな。まあそうやな、うん、今回白州、山崎、ノンエイジと12年、そしてチタのグレーンというふうに用意をしてまして、まずノンエイジバージョンでブレンドしてみたいと思います。その後12年バージョンのブレンドでどんな風になるのかということで、この2種類のブレンドをしてみたいと思います。というわけで山崎3、白州2のチタ5でブレンドしてみたいと思います。響きのブレンダーズチョイスとジャパニーズハーモニー、こちらの方を比べるのに入れました。香りの違いなんですけども、舌をちょっと多めにしたということもあるんですけど甘い香りがします。それに対してこの響きのジャパニーズハーモニー、甘さから言うたら今ブレンドした方が甘いよな、うん、舌をちょっと多めにしてるので甘さが結構際立ってる感じで、このジャパニーズハーモニー飲んでみたいと思います。やっぱり整っとるな響き、うん、これ似てないな、うん、前回前々回の動画でリザーブに近づけるのか、そしてロイヤルに近づいたっていうところまでお送りをさせていただいて結構いい線まで行ったんですけど、今回この響きに近づけるのかということでノンエイジでやった感覚で言うと近づけません。響きのこのブレンディングすごいです。さすがにサントリーが本気でブレンドしてるだけあるなって思った。この3つをブレンドしてね、美味しいんですけど響きはその上を行ってます。こちらブレンダーズチョイスなんですけど、ブレンダーズチョイスさらにうまいな、うん、まあ、ちなみにこのブレンダーズチョイスの方は平均の熟成が15年ということなんで、まあ、これはちょっと比較にならないので、これ後ほどこれ12年でやってみたいと思うのでそれと比べてみたいと思います。ノンエイジの白州、山崎、チタでブレンドをしましたけども、やっぱりこのジャパニーズハーモニーと比べるとブレンダーさんはすごいということで、これはね近づけませんでした。12年で同じ比率でやってみたいと思います。まず香りの方を変えてみたいと思います。穏やか、
先ほどのノンエイジのブレンドよりはかなり穏やかな香りがします。非常に穏やかな味です。いびきブレンダーチョイスと比べてみたいと思います。整っとるな。今ブレンドしたやつもとても美味しいんですけど、グレーンの熟成がすごい熟成年数の高いものでブレンダーチョイスは作られてるんちゃうかな。3つの要素で今ブレンドをしたんですけど、やっぱりこのブレンダーチョイスに関してはこの3つではなくてかなり多彩な樽でブレンドされてるので、やっぱりね当たり前なんですけどかなわりません。比べて飲むと非常に複雑だなということが改めて分かりました。ウイスキー&ブレンダー、これに関してコメント。今回俺らで作った方とブレンダーチョイス比べてみると、響きってすごく上品な香りがするなってどっちでも思った、うん、バニラの香りとか果実の感じとかオークの感じとかがしっかり一つの線に収まってる感じがして、香りとか味わいの線が太いなっていう風に思ったのと、17年とか21年と比べたらもちろん若い原酒を使ってるからちょっとピリッとくるところもあるけど、それがこのブレンドの技術による線の太さによって抑えられてるなっていう感じがして、響きのコンセプトとしてブラームス交響曲第1番第4楽章っていうのが一つコンセプトとしてあるけど、改めてテイスティングして、ああクラシック音楽みたいなウイスキーやなって思った。俺らでどうこうできるクラスの内容は響きはということでございます。前回前々回の検証動画とは全然ちょっと違う。響きというのは偉大だなということを今回改めて認識をさせていただきました。もちろん17、21と比べたらこの2つってなんか世間的にはあんまり評価されてない日本なんやけど、それでもやっぱりすごいなって思わされたわ。冒頭にお話をしましたこのブレンディングというところでやっぱり半端なくサントリーさんはやっておられるという、当たり前なんですけどね、当たり前なんですけど、それをこの実験をすることによって改めて知ったということでね、やってよかったなっていうふうに思います。というわけでやっぱりねサントリーウイスキーすごいなと、サントリーさんちょっとかなり持ち上げた動画になってしまったんですけど、いやでも実際そうやと思います。というわけで今回響きに近づけるのかということでブレンドをさせていただきましたけど、いやいやなかなか足元にも及びませんでした。この動画が参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。残りが対決、残りが対決はええ勝負しとるぞこれ。近づくんやけどこの残り側はええ勝負してるわ。ほんまに例えならクラシック音楽やわ。というわけでおしまい。さすがにサントリーホールっていう素晴らしいホールを作っただけあるよね、サントリー。